まずは、戦車格納庫投与機械について解説していきます。メリューに無線して、運搬口を開業してもらうイベントです。ここで、一度メリューに無線し、開く前に再度無線すると、専用のセリフを話してくれるので、紹介します。セリフ分岐の一つですね。スネーク？せっかちなのね、あなたって。焦らないで、運搬口を開けるにはあとちょっとかかるわ。扉を開けたらコールするから、もう少し待ってて。はい、せっかちと言われてしまいます。そしてもう一つ、セリフ分岐があります。今度は開業してもらった後のセリフ分岐です。運搬口に行かず、全く違うところから無線します。すると、スネーク、どこに行こうとしてるの？核弾頭保存棟は北よ。まったく、伝説の男が方向音痴だったなんて。現実に直面すると幻滅するって本当ね。こんな感じで呆れられます。次に、この運搬口の赤外線センサーに引っかかってみます。引っかかると警報音とともに扉が閉まるムービーが流れます。こうなったら最後、どうやっても助かりません。こういう時には無線だと思うかもしれませんが、大佐やメリューにアドバイスを求めてもみんな全く応答せず、完全に無視されてしまいます。みんな、白状ですね。もしかしたら、妨害電波も出てるのかもですね。いろいろやってみましたが、どうやっても出ることができませんでした。ダッシュって、なんかモーション怖いですよね。もし、脱出方法がわかる人がいたら、コメントかメールください。スネーク！